名古屋テレビ放送、名古屋テレビ放送株式会社、名古屋テレビ放送、名古屋ブロードキャスティングネットワーク COLTD は中京広域圏を放送対象地域としているテレビジョン放送を行う特定地上機関放送事業者でる。通称は名古屋テレビ、略称は NBN だが後にあまり使用されなくなり、特に NBN は2019年時点ですでに公式的に使用していない状況となっている。現時点では主に愛称であるメテレが元的に使用されている。案に加盟するテレビ朝日系列局。コールサインはジョルックス DTV 名古屋 22CH。リモコンキー ID は6。2003年4月よりメテレという名をつぼねの愛称として採用。以後、 テレビ朝日系列のニュース、情報番組での制作協力クレジットや、報道記者のテロップ、新聞のテレビ欄などで表記されている。現在は、トヨタ自動車の持ち分法適用会社でもあり、朝日新聞社グループと共に過半数の株を占めている。かつてのマスコミ出資は、毎日新聞社と読売新聞社があり、ことに読売グループは、テレ朝系完全移行後も、 相当数出資を続けていたが、現在でも、比率を下げながら、資本関係を維持している。独立局のテレビ神奈川、TVK と岐阜放送、岐阜ちゃん GBS 友好協力関係協定を結んでおり、TVK は、中日新聞が株主に入っている。TVK の筆頭株主で社屋を共有している。神奈川新聞社は、朝日新聞社の関連会社である。 同局の関連会社として、久屋大通地下の坂へセントラルパーク地下街などがある。2010年、有線が運営していたスカパー。2018年10月1日に開局、スカパー。プレミアムサービス、一部のケーブルテレビ局用の、衛星放送、CS ギャオの事業譲渡を受けて、衛星放送に参入、エンタメテレシネドラバラエティ、運営及びスカパー。 の衛星機関放送事業者は、子会社の名古屋テレビネクストが担当を展開している。在名局運営の衛星放送局は初であり、かつ、現状唯一の事例である。1970年代から1990年代にかけて、東海三県の緑化推進運動の一環として、グリーンキャンペーンを展開していた。同キャンペーンのイメージキャラクターは、筑田美彦が手掛けた。 九百九十一年以降はほぼ毎年、連続、または単発ドラマを制作し、全国ネットやローカル枠で放送しており、ローカルドラマのメテレとも呼ばれる。企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出展。二千十一年七月二十四日、定破事件。長野県のコミュニケーションネットワークアナ安岡村コミュニケーションネットワークで、 区域外再放送をしている。廃止。旧名古屋放送、日本テレビ系列時代の九百六十九年に、題名曲としては、初の自社制作アニメ、六宝やブレ君を制作して、以来、二千十七年九月まで、通算四十三作品が制作、放送されてきた、三十分アニメ見。アニメーション制作は一部を除き、そのほとんどを、サンライズ、 旧、日本サンライズ並びに分社化したバンダイナムコピクチャーズが手掛けている。無敵超人山ボットさん1977年を皮切りに1970年代後半から90年代後半にかけて土曜夕方にて本局制作のアニメが系列局で放送されていた頃は機動戦士ガンダムや勇者シリーズをはじめとしたロボットアニメが多数制作されていた。 またこの時期には ABC では、同時間帯にて、部長刑事を放送していた、都合上、金曜17時からの先行放送を行っており、同時間帯にて、テレビ東京系、やんやん歌う、スタジオを放送していた、九州朝日放送、KBC でも、10戦記、エルガイムの開始までは同様の扱いとなってた。ね、テレアニメ氏、日曜7時へと放送時間帯が移動して、 以降は、それまでのロボットアニメに代わり子供向けアニメ全般が制作、放送されるようになり、同時間帯での放送は2017年9月に、当時の原稿作品であった、ヘボット、並びに枠自体が終了するまで続けられた。現在では、メテレタン制作のアニメはないが、ダーリー・イン・ザ・フランキス制作委員会への参加など、深夜アニメの制作に関わっている。 自社制作ではないが、1973年に日本テレビ系列局で半年間放送したバージョンのドラえもんは、この地方では当初名古屋放送で放送する予定だった。しかし、放送開始直前になって中京テレビとの変則クロスネットが解消し、名古屋放送はネットテレビ系に、中京テレビは日本テレビ系に一本化したため、中京テレビで放送することになった。 鎧伝サムライトルーパー1988年9月3日放送文第18話、恐怖のあやかし邪帝王にてスタッフの人為的ミスにより前週放送文第17話、明かされた鎧伝説が2週続けて放送されるという壮事故が発生放送直後より全国の視聴者から苦情が殺到し翌日には 各新聞でも、この騒動が取り上げられるという騒ぎにまで発展した。その翌週に、お詫びのメッセージと共に、第18話、恐怖のあやかし邪王を放送しひとまず騒動は、収まったものの、この放送事故に加え、1989年1月7日に、放送予定だった第32話が、昭和天皇の宝魚にいる特別編成のため14日に、延期となった影響も加わり、 全40話であった当初の放送予定が1話分短縮されている。一方関西地区では朝日放送、現朝日放送テレビが前日の通り先行放送を行っていた都合上、予定通り第18話が放送されており、翌週の放送分は別のアニメの再放送で穴埋めする形で対応し、在名局のみならず在京キー局以外で、 初めて制作されたシーンやアニメが、全室の、六方破れクンであった。また、同作品以外で、本曲単独で制作されたアニメとしては、ウェルベールの物語、シスターズ・オブ・ウェルバー、コード・イ、e ・モッケがあり、関東圏では、独立局の東京 MX に、ネットのため、UHF アニメに分類されることもある。いずれの作品も2007年4月から2008年3月に、 かけて放送された。他系列局との共同制作作品としては、サイ・ファイ・ハリー、2000年、テレビ朝日との共同制作、銀色のオリンシス、2006年、ABC との共同制作、ダーリン・イン・ザ・フランキス、2018年、ABC アニメーション、東京 MXBS-11 との共同制作、青春豚野郎は、バニーガール先輩の夢を見ない、2018年、 ABC アニメーション、東京 MXBS11 との共同制作がある。また、セルバンプ、サーバンプマイナス、2016年には企画協力として名を連ねており、本局独自の公式サイトも開設されていた。放送日時は JST、星印は一部のツボネでもネットしている番組制作局の表記のない番組はテレビ朝日制作。当時の名古屋テレビは、 日本テレビ、読売テレビが制作する番組を中心に、ネットテレビ、毎日放送が制作する番組から、視聴率の高い番組を編成していた。当時は、名古屋テレビの番組の編成が完成するのを待たなければ、中京テレビは番組の編成ができないという状況だったため、中京テレビはこれらに系列が制作する番組の中から残った番組と、 東京12チャンネル、現、テレビ東京が制作する番組の中から、視聴率が高い番組を編成していた。この結果、中京テレビの視聴率は、中京圏域民放4局の中では最低だった。他、木曜日は、ネットテレビ、毎日放送メインの番組編成、は、同時ネット番組であることを示す。前年、1972年10月4日、 名古屋地方裁判所が若い韓国を出し、翌日に日本テレビとの間で若い聴取に調印。契約の有効性を認めながらも、土曜二十時代はネットテレビの同時ネット番組を放送するとなったが、名古屋テレビは緊急指令10から4.10から10、遅れネットとデビルマンを放送。同時ネットであれば、人造人間、キカイーとデビルマンの放送枠だった。 土曜20時代の日本テレビ制作、全日本プロレス中継と、金曜20時代のネットテレビ制作、ネット日本プロレスリング中継は、共に中京テレビでネットすることになった。番組販売扱いは、元アナウンス部長、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。